今回ご紹介する国は、こちらのトルコになります。以前の動画でご紹介した、ジョージアからの入国です。この動画はトルコが初めての方だけでなく、久しぶりにトルコに行く方にも参考になるお話をさせていただきます。観光地のご紹介以外に、イスタンブールの空港やトルコの通貨に関して、ここ数年で色々と変化があったので、例によって、ウプ主調べでお伝えさせていただきます。それでは、早速本編へ。トルコの人口や面積などのデータは皆さんにググっていただくとして、一つだけ大事なポイントは、一番有名な都市であるイスタンブールは人ではない。だけ覚えておくと、少しはどやれます。ウプ主、学生時代は世界史選択だったので、テストにも散々出てきた昔の名前、コンスタンティノープルの方が浮かびます。最初にビザのお話をすると、日本国籍の方であれば、とりあえず90日滞在可能です。ちょっとルールが細かいので、大使館や概要欄もご確認を。続いて空港と空港から市内へのアクセスについて、イスタンブール市内には空港が2つあるんですが、ここでは新しくできた方のイスタンブール空港についてになります。イスタンブールの新空港は2019年の4月から稼働。それに伴い、かつて使われていたアタテュルク空港は閉鎖されています。結構偏僻な場所になり、スムーズに行ってもしないから車で1時間くらいはかかります。そんな新空港からイスタンブール市内へは、2022年末時点では、タクシーかバスでの移動となります。赤線で囲っているように、電車は現在でも建設中。2023年の4月に運行予定と、旅行ガイドのサイトにありました。タクシーを呼ぶのに、Uber が使えますが、まあ、アプリの表示金額はあんまり参考になりません。ネットで調べても、トルコのタクシーあんまりいい話は書いてないですね。ウプ主の場合、空港から旧市街までで Uber 上は400リラが、実際は450リラと。そこまでひどくはなかったですが、なんかもやつきましたね。そんなタクシー状況なので、ある程度の旅慣れさんには、空港からのバスをおすすめします。ウプ主は16番のタクシム駅を利用、料金は67リラ、約470円でした。空港の地下2階から出て、右側に行くとこの券売り場があり、ウプ主が乗った2022年12月は現金でもカードでも支払いできました。なお、車内はこんな感じで、モニターには USB ケーブルの充電口もついていて快適です。タクシム駅に乗るとこちらのホテル前が終点です。この近くのタクシム駅から地下鉄に乗ることができますので、荷物の少ない人なら便利な移動方法かと。簡単なまとめの最後は、トルコの通貨についてです。先ほどから注釈で、円換算の場合を記載していましたが、2023年1月の時点で、トルコリラは約7円ぐらいです。結構前にトルコ旅行された方は、以前の1トルコリラが30円弱の記憶が残っているかと思いますが、トルコリラは2018年の夏に通貨の価値が暴落して、4年以上経った現在は、通貨価値が4分の1になっています。ウプ主が見た限りですと、以前の価値に合わせるため、いろいろなお店が値札修正しており、メニュー表が修正だらけ、というお店もありました。さて、次のパートからはウプ主の観光の様子と旅費紹介です。今回は2都市回っています。はい、それでは旅好きの皆さんお待ちかねの、観光の様子のご紹介、まずはイスタンブールです。イスタンブールは非常に大きい街なので、今回観光して回ったのは、世界遺産が集まる旧市街です。イスタンブールのヨーロッパ側、その先っちょのあたりですね。今回は宿も旧市街なので、電車と徒歩で回っています。それでは、簡単にルート紹介。宿から少し歩いたところの路面電車で出発です。改札の外側に、自動券売機、手前のピンボケしている、イスタンブールカードを購入。と、思ったらこちらは3回券で、お値段は35リラ、約250円でした。路面電車に乗って、最初の目的地はこちら。旧市街と新市街を結ぶ、ガラタ橋に向かいます。こちらのガラタ橋及び周辺は、有名なものがいくつかあります。橋の上には朝早くから、たくさんの釣り人がいる、人気スポットです。皆さん、ただ釣り糸を垂らして時間つぶししてるだけと思ったら、普通に箱いっぱいに釣れてる人がたくさんでした。結構小ぶりな魚でしたが、皆さん食べるんでしょうか？そんな魚釣りをしている橋を渡っていると、こういった広場に出ます。こちらの広場で、とあるイスタンブール名物を食します。そう、こちらのサバサンドです。バゲットに焼きサバを挟むだけ、という究極簡単な料理ですが、サバを久々に食べたウプ主には、良い意味で衝撃でした。その後はひしめき合うモスク巡りをして旧市街を歩き回り、有名なピンク色のモスク、アヤソフィアと、ブルーモスクこと、スルタンアフメトモスクを回って、旧市街の半日探索は終了です。続いては、ぜひトルコで皆さんに挑戦してほしいもの。英語を直訳してしまうと、トルコ風呂になるこちら、ハマムになります。簡単にハマムの説明をすると、まずは服を脱いで、腰巻きだけのスタイルへ。続いて、汗が出てくるまで温まるよう言われてサウナへ移動。
汗だく状態になってから、サウナを出ると洗い場へ。洗い場に行くと、おじさんが同じく腰巻き一丁で待ち構えていて、おじさんにされるがままの、泡パーティーが始まります。泡パーティーの後は、赤すりとゴリゴリのマッサージをされて、待合スペースでタオルにくるまれて、乾くのと汗が引くのを待ちます。以上は男性用の流れです。女性用は別の場所で、屈強なおば様が担当のようです。ちなみに料金は220リラ、チップとして30リラお支払いで、合計250リラ、約1750円でした。せっかくトルコに来たので、異文化体験のための投資です。ウプ主が行ったハマムはかなりローカル仕様でしたが、観光地の近くや中心部なら、現代的なのが味わえるようです。現地に行くなら、経験として1回はおすすめです。トルコ観光の2都市目は、岩の遺跡群が有名な、カッパドキアです。熱気球に乗って、遺跡を空から見渡せるのも有名ですね。ただし、オンシーズンであれば。そうですね。ウプ主が行った12月は、オフシーズンに当たりまして、朝晩は気温が冷え込み、このように霧が濃く出ます。霧自体は幻想的でいいんですが、観光するには邪魔なんですよね。ウプ主、2泊3日滞在しましたが、気球は1機も飛んでいるのが確認できなかった上に、イスタンブールに戻る日の朝のフライトは欠航になる、と、オフシーズンの洗礼を、たっぷり浴びました。さて、気を取り直して、カッパドキアへの行き方から、イスタンブールからカッパドキアへ行く場合、ほとんどの方はバスか飛行機の2択になります。所要時間はバスが12時間。飛行機の場合は1時間ちょっと。ウプ主が料金を見たときは、バスが往復で60US ドル弱。飛行機は往復で80US ドルほど。所要時間と差額から、迷わず飛行機にしました。カッパドキアは現地申し込みのツアーで回るのがお手軽なので、現地に着いたら、宿経由で翌日以降のツアー申し込みをお勧めします。自力でミニバスを駆使して回るのは結構しんどいですね。ツアーに参加すると、半日で5カ所くらい効率よく回れます。ウプ主が参加したのは、一般的なレッドツアーで、料金はお一人35ユーロ、だいたい5000円くらいでした。料金は US ドル、トルコリラでもその日のレートで計算してくれます。当初は同じ料金で少し遠くを回るツアーの、グリーンツアーを申し込みましたが、当日の朝に霧が濃くて中止に。ただグリーンツアーは約9時間と拘束時間が長いので、ウプ主には、6時間程度で終わるレッドツアーがちょうど良かったです。ツアー、楽なんですけど途中で飽きちゃうんですよね。簡単に回った場所をおさらいしますと、まずは妖精の塔、という RPG に出てきそうな風景から、続いて、昔の集落をそのまま博物館の形式にしている、ゼルベ野外博物館を鑑賞。その後、お昼ご飯の前に陶器工房へ見学へ。これはツアーにつきもののお土産屋さんポジですね。ツアーについてる昼食後に、内ヒサール城塞へ移動。こちらはあまり見どころがなかった記憶しかないですね。そこからいろいろな動物の形が見える想像の谷を経由して、最後はカッパドキアを一望できるパノラマビューへ。昼過ぎには霧は晴れるので、遠くまで見渡せますね。そして翌日は朝のフライト欠航。午後のフライトへ切り替え、夕方にイスタンブール戻りでした。さて、まとめに入る前に今回の旅費のご紹介です。6泊7日で9700リラ、だいたい6万7900円でした。例によって飛行機代は含んでおりません。飛行機代は出発時期や場所でガラッと変わりますからね。ホテル代はイスタンブール6泊、カッパドキア2泊の合計で、観光交通費には、ツアー代や国内線の飛行機代が入ってます。短期滞在なせいか、無駄なタクシー代と、安くて美味しいレストラン探しに苦戦してしまいましたね。トルコ全体の感想としては、ウプ主個人としては距離感とおせっかい具合がしんどかったです。間違いなくいい人が多いんだけど、ウプ主としては合わなかったですね。イスタンブールでは、日本語で話しかけてくるうさんくさい人もいて、個人的には今回でお腹いっぱいな国でした。はい、今回は以上です。次回のお話は、またバリ島になる予定です。更新時期は未定なので、チャンネル登録をして、更新通知をお待ちください。カタール、ジョージア、トルコの動画に載せられなかった写真を、概要欄にあるパトロンにて公開していきますので、まだまだ中身はスカスカですが、ご加入いただけると、ウプ主泣いて喜びます。それでは、また次回の動画で。ご視聴、ありがとうございました。